ちはやー。よっしゃー。8。ウルカです。ママです。ATです。よし。最強クイズ集団カプリーチャンネルです。よろしくお願いします。はい、ということで、ももさんの企画3はや4はやの姉妹作品というべき新企画8はやでございます。だいぶ増えましたね。8もあったらさすがに楽勝じゃない。楽勝ですね。今回なんですが8はやちょっとルールがね変わっておりますのでお聞きください。クイズの問題文から任意の8文字を抜き出したクイズ、これが8はや、これはここまでと変わっておりません。1文字ずつ順に表示されます。ほー、なるほど。8文字同時に出ません。第1ヒントから第8ヒントまである状態です。なるほど。回答したい人は文字が表示されて一定時間経ち3秒カウントをするので、その後周りを見ずに挙手してください。挙手した人はその段階でボード回答することができ、周りの人に見せずにオープンします。正解ならそのまま非公開、不正解だったら何と不正解したかが周囲に知らされます。なるほど。ヒントになっちゃうかもしれないですね。はい、そして回答者は1問につき2回回答権があります。はい、1回はチャレンジできるというルールです。正解した順が早い人から3点、2点、1点と入っていきます。第1ヒントで8点とかではなく、この中で一番早い人に3点って感じでついていきます。ちなみに同じタイミングで正解すると順位に応じた点数を足して折半する形になりますので、1抜けが2人いた場合は 2.5 点ずつ上げるということになります。それでは早速やっていきましょう。それでは早速参りましょう。第1問、第1ヒントはこちら。高いという字です。いや、こんなんいっぱいあるやって。ね、さすがにな。高いものかもしれないし。はいね、また名詞の一部とかかもしれないですね。地名とか人名とかのね。あげません。はい。ではこれは誰もあげないということなのでカウントもせず次に行きたいと思います。それでは参りましょう。第2ヒントはこちら。裏という字です。裏。これは結構少なそうだね。これが入る問題って。さあ、ももさんが挙手してくれた。あれもいいですよ。じゃあももさん挙手してくれたので、あと3秒とします。3、2、1。はい、ではももさん書いてください。皆さんももさんの回答は見ないようにしていてください。出たらすげえけどな。ここで出たらすごいよね。では、皆さん一度伏せていただいて、ももさんの回答を見たいと思います。ももさん、オープン。残念。ラバーではありませんでした。ああ、いいね。つぶだかとか。そう。なんか。つぶだか裏ソフトがありますから、ここまでは卓球のね、ラケットに貼ってあるラバーの問題にも見えますね。確かにね。なるほど。ちょっと勇気出して行き過ぎたな。はいはい。いやでもいいと思いますよ。当たる可能性ありますからね。はい。ナイスチャレンジでしたが、不正解となります。続いてのヒント、第3ヒントはこちら。上という字です。いや、上がつく言葉もちょっとかなりあるからな。では、3、2、1。はい、なし。第4ヒント参りましょう。第4ヒントはこちら。するという字です。これはちょっとイメージがあるな。むずい、なんだこれ。はい。以後いきます。ではここから3秒間カウントにしましょう。3、2、1。そこまで。ではリコ以外の2人が伏せてください。それではリコ回答オープン。その通り、リコ1抜けとなります。お見事3ポイントです。悔しい。すごいな。なんだこれ。さあ、リコに3ポイントが入ります。次ね、抜けると2ポイント、2罰になると0ポイントになりますので気をつけてください。続いてのヒント、こちら。囲うという字です。はい。ももさんです。はい、2人あげました。それではお書きください。さあ、ももさん2回目のチャレンジ、これで不正解だと0ポイントとなります。これ、分け合ってくれた方が俺、美味しいかもしれない。1.5 に、ね、なる可能性がありますね。では書き終わった順番でまずはももさんから見ていきましょう。ももさんオープン。お見事正解。そして AT オープン。自在書き正解で全員正解でございます。お見事。もういろりできたもんね。今ね、いろりのりだったのか。ということでこちらですね。この後に出てくるのが鍋。そして炉という字ですね。そして最後に鍵という字が出てきまして、いろりやかまどの上に吊り下げ、鍋や釜をかける鍵のことを高さが自由に変えられることから何というでしょう、自在鍵という問題でございました。ということでリコに3ポイント、AT ももさんに 1.5 ポイントでございます。ありがとうございます。いやこれはでも一歩手前で勝負できたリコさんが偉い本当に。いやいいデルとね色に浮かぶんですよやっぱり。なるほどね。イとリがあるってやっぱり。それでは第2問参りたいと思います。第2問第1ヒントはこちら。光という字です。こんなんいくらでもあるようになっても。書けないよ。ちょっといいんじゃないですか言ってみねえ。ピカチュウくんかもしれない。キラキラネーム。キラキラネーム答え。いきます？いやいやいや。じゃあちょっと2文字目いきましょう。構えてる。まあ次チュウ来たらまあキラキラネームって言います。第2ヒントはこちら。朝という字です。ああ。まあ朝日の光とかね。朝の光っぽい感じはしてますけど。第3ヒントこちら。目という字です。目。それでは少し進化したいと思います。目もそのままの意味かもわからないよね。朝目。ね。確かにさっきいろりみたいなこうねバラバラに。出てきてつなげると単語になるもあったから、今はないんじゃない？続いてのヒント、第4ヒントはこちら、足という字です。なんかちょっと見えてきたので。それでシンキングタイムを取りましょう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。これだとなし。さあなかなかの難問のようです。一抜けは一体誰になるでしょうか。さっきは書いて思いついたからな。いいね。メモはね自由でございます。では参りましょう。続いてのヒントはこちら。川という字です。やばいな。シンキングタイム取りましょう。手を挙げて3秒だとちょっと周りがあれなんで。周りを気にしない方式にしてる。そうですね。なんか僕のホルダップに合わせて手を挙げてもらえるようにしましょう。はいちょっと。川。10秒前。川ってことはね、だいぶもうジャンルが。4、3、2、1。ホルダップなし。いや難しいこれ。分かってからあげたいねやっぱり本当に。いやこれみんな一斉だと俺が美味しい思いするだけだからなんか勝負した方がいいですよ本当に。いやでも本当に答えなんか書くものも浮かばないんだな。それだとねあげれないさすがに。それでは参りましょう。第6ヒントこちら。義という字です。これ一つの問題文に全部出てくるんだよね。全部出てくる。すごくないこれ。10秒前。いや確かにこれでいけそうなんだけど、でも答えがわからんな。5、4、3、2、1。ホルダップ。ももさんあげました。ももさん書いてください。他の方はももさんの回答を見ないようにしてください。いやなんか方向性はなんか掴めてきたんだけど、答えが。AT はなんかいわゆるジャンルというかどういう問題かはなんとなく分かるが答えが出ない。ももさんはこれであろうという答えを書きました。では2人伏せてください。それでは参りましょう。ももさんホルダップ。金閣寺ではありません。残念。なるほど。ワンチャレですね本当にこれは。でもだからちょっとそっち系のジャンルじゃないかと読んだということですね。はい、さあそのももさんが想定している字が本当にその字なんでしょうか。果たしてといったところでございますが、もう一回いけるんだもんね。でもはい、もう一度いけますね。あと2投しかできないんでね、悪くないところですね。はい、で残った2人はここでは1投しとかないともったいないということになりますね。それでは参りましょう。第7ヒントはこちら。巻くという字です。じゃあ答えはなんだ。そうなの。答え何これ。そうなの。答え何。10秒前。いやまあ上げるんだけど字を丁寧に拾って。字を分かってくる。5秒前。4、3、2、1。ホールドアップ。はい、AT リコはねここ使わないともったいないので使っていきます。ももさんは捨てを選びました。さあ2人に書いていただきましょう。じゃああと10秒くらいで書いてください。なんて書こうかな。はい、ではまず AT から見ていきましょう。AT。新田義貞ではありません。なるほどね。リコ。何を書いていいのやら。弁慶でもございません。これで全員一罰となり最終ヒントに突入となります。むずいんだよねやっぱり。それでは全員が一罰背負った状態での最終ヒントです。参りましょう。こちら。章という字です。そう、なんかもうそうなのよ。それぞれに役目があります。この8文字にどれかが書けるとこの答えにたどり着かないと思う重要な文字たち。ちなみにね、むちゃくちゃな問題文にすればいろいろ答えると思うんですが、想定外で。じゃあ答え書いてくれる。書かざるを得ない。5秒前。4、3、2、1。そこまでです。はい、ここはね、全員回答した方がお得なので書いてあることと思います。では、一応ね、周り見ないでっていうことにしておきましょうか。では、ももさんからいきましょう。ももさん、オープン。正解です。お見事。正解出ました。さあ、これ3ポイントの可能性があります。ももさん。やばい。さあ、参りましょう。AT 肉薄できるでしょうか。AT。足利義満ではありません。さあ、もうさん3ポイントか、リコと分け合うのか。リコ、その通りです。危ねえ。ということで、AT は残念ながら0ポイント、リコとももさんが 2.5 ポイントずつ獲得です。ああ、なるほど。そういうことか。元々の問題としては、源実朝、足利義満、徳川家光といえば、いずれもそれぞれの幕府で何代目の将軍でしょう。何代目の目だ。そう、何代目の目で、おお、目だってなりました。はい。これは正解した2人、どこをどう拾いましたか。まあ、足利義満が3代目なんですよ、まず。なんか足と義で、朝が入ってきちゃったからが、源実朝の話で朝なんだって。だから鎌倉幕府と室町幕府がごっちゃになってきて、でも両方使うには3代目だってなって、ようやく最後でつながりました。ということで、3が正解ということで、最終ヒントでももさんとりこに 2.5 ポイントおめでとう。それでは参りましょう。第3問第1ヒントはこちら。点という字です。こんなん無限ですよ。これは無限です。こんなん無限です。まあでも点と読むね。ほぼね。ともすはあるけど。第2ヒントも参りましょう。ないという字です。はあ。点がない。点、なんか下にいっぱい点がある。点やないなどの漢字の部首といえば。下手くそか。下手くそか。5秒前。4、3、2、1。これだってなしです。続いてのヒント参りましょう。こちら。塾という字です。誰か言ってくれ。絶対次でから。この後漢字部首何って言ってるかもしれないな。それでは参りましょう。第4ヒントこちら。元という字です。ようやくちょっと違うやつ。元。5、4、3、2、1。これなし、上がりませんでした。第5ヒント参りましょう。第5ヒントはこちら。書くという字ですね。かける、書くという字です。5、4、3、2、1。これだ。上がらずでございます。さあ、第6ヒントに突入してまいります。それでは参りましょう。第6ヒントはこちら。漢数字の2です。5、4、3、2、1。これだ。ああ、ももさんあげました。さあ、単独正解ならば3点でリコを抜いて単独トップとなります。さあ、ももさん、ここで正解出せるでしょうか。第6ヒント上げるポイントとしてもいいところです。はい。では AT とリコ伏せておいてください。それでは単独正解3ポイントになるでしょうか。ももさん回答オープン。その通り。お見事。ももさん3ポイント追加となりまして、現状トップに躍り出ました。嬉しい。それでは続いてまいりましょう。第7ヒントはこちら。傷という字です。傷、いやー、傷ですか。5秒前。4、3、2、1。これだ。さあ、リコとATあげました。さあ、ここでね、なんとか点は取っておきたい。それでは参りましょう。まずはATオープン。お見事、正解でございます。わからん。さあ、現在トップリコ食らいつけるか、オープン。全然なるほどってならない。トラウマ、残念。ラテン語で傷とかね、ありますね。ギリシャ語、ラテン語で傷。はい、ということで、AT に2ポイントが加わります。やばい、ゼロ全然ある、これどうしよう。2個は次ので正解しないと1か0かがかかってるんだけど、はい、それでは参りましょう。最終ヒントはこちら、玉という字です。分かんなかったな。それでは最終ヒントでした。リコオープン。完璧、その通り、お見事。素晴らしい正解でございます。はい、ということで3人とも正解となりました。はい、ももさん早かったですが、ね、決め手は欠点がないで熟語だってなって、まあ多分完璧っぽいなと思って2が出て二字熟語と思っていきました。はい、お見事でございます。もともとは傷の全くない宝玉を表していた。欠点が全くない様子を表す二字熟語は何でしょう。完璧ということでございました。ということで見事3名正解でございます。そして 0.5 ポイント差でももさんがリコをかわした形になりましたね。やってもたないい勝負ですな。AT さんまだまだ全然レアリですからね。それでは参りましょう。第4問第1ヒントこちら、友という字です。次行こう。2個目まではサク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 。第2ヒントはこちら、産むという字です。共産主義。共産ですね。マルクス、マルクス。共産党宣言マルクスよ。急に、はい、ここに来て5秒前。4、3、2、1。ほらなしです。続いてのヒントはこちら、社という字です。政治色強いな。政党じゃないですか。政党。答え政党。5、4、3、2、1。これだとありません。さあ、どこら辺から見えてくるかも大事です。なんかね、最初の3は見えないのよ、やっぱり。第4ヒント、こちら。島という字です。この辺からちょっと考えたいね。シェーリングタイム取っていきましょう。やっぱ毛色違うの出ましたからね。3、2、1。これだ。まだ上がらずでございました。それでは参りましょう。続いてのヒントはこちら。バクという字です。それでは真剣みたいに持っていきましょう。バク。5秒前。4、3、2、1。これだ。さあ AT 勝負となります。現在最下位の AT が単独で手を挙げました。まあ それではお書きください。ではももさんとリコさせていただいて、さあ AT 逆転ののろしなるでしょうか。オープン。負の遺産ではありません。なるほどね。いいね。ただね、あんまこれっぽくないんだよな。さあ、AT チャレンジしましたけれども、不正解となりました。それでは参りましょう。第6ヒントはこちら。いという字です。いや、ほら。10秒前。5秒前。4、3、2、1。これだ。3人あげました。さあ、それではお書きください。AT すでに書き終わっている。リコも書き終わっている。ももさんも頭には浮かんでいるようです。はい、それでは点数順に開けていきましょう。じゃあ現在最下位の AT からいきましょう。AT オープン。原爆ドームではありません。これで AT は回答権を失いました。現在第2位、リコオープン。お見事その通り。さあこれで3点以下 2.5 点確約となります。さあももさんここで不正解だと水を開けられる可能性あります。当てておきたいももさんオープン。お見事正解、ということで正解はリコとももさん書きました広島でございました。さあリコこれはどういうところから。厳島神社と原爆ドームですね。はいその通りでございます。世界遺産の厳島神社と原爆ドームはともにどこの都道府県にあるでしょう。ということで、残りのヒントは、厳島神社の「原」という字ですねと、広島県の「県」という字が入るというヒントでございました。ゴレ島と原爆ドームで負の遺産かなっていう。あ、ゴレ島ね。知識が理解系の誤答ですね。負の遺産といえばまあゴレ島か原爆ドームかみたいな感じじゃないですか。どうする？社会でつってジャンル言う。4文字目ぐらいまでいって初めてちょっと親ってなるぐらい。俺の段ではいけんこれは。さあそれでは参りましょう。続いての問題です。第5問第1ヒントこちら。耐えるという字です。何でもなるね。絶耐える。ではちょっとここでね、あげる方毎回いないので、次いっちゃおうかなと思います。第2ヒントはこちら。筆という字です。ああ、鉛筆じゃないですよ。こんな鉛筆。今までもこのパターンで何回引っかかったのか。さあ、誰の鉛筆ですかね。誰の鉛筆かな。第3ヒントこちら。明るいという字です。ああ。ああ。ああ。いや、でも、本当に。絶筆でね、絶筆でね、もう名10秒前、4名だったら答えます。私もここで絶筆で名なんてきちゃったらね。5秒前、4、3、2、1、ホールアップ。誰もいらないんですよ。なんかみんなちょっと何かは思ったけど、ちょっとやめとくかみたいな空気ですかね。さあ何を思ってたんでしょうか。次来たらどうしよう。それでは参りましょう。第4ヒントこちら。出るね。はい、字でございます。まあここからだな。そうですね。4文字目と区切ってきたんで。これが一つの問題文に出てくるんだろう。そっか。一つやっぱふんだろうね。うん。もしかして皆さん3文字目までで絶筆の名案を考えて夏目漱石みたいなこと思ってました。思ってました。気づかなかった。偶然や。絶対狙ってるわけねえだろ。今回はそれじゃないというヒントを出しておきましょう。はい、5秒前、4、3、2、1、ホールアップなし。やっぱり前半は無理だな。第5ヒントこちら。流れるという字です。いやむずいなこれ。出るかな。5秒前、4、3、2、1、ホールアップなし。さあ駆け引きもありますが誰もいかない。さあ、ももさん今いけたかもしれないの流れ、もしかすると次でやっぱりってなるかもしれません。それでは参りましょう。続いてのヒントこちら。川という字です。次楓じゃん。シンキングタイムスタート。さあ、ももさんはここで正解すればちょっと待って優勝を決めれるという状況ではあります。絶対知ってるんだけどドアスレした。やばい、本当にドアスレした。ね、どうしよう、これ本当にどうするしたんだけど。20秒前。さあ答えは浮かんでそうですが、これどうするってことあります。出川哲郎の手を挙げてから20秒は待ちますね。出川哲郎10秒前。出川哲郎の絶筆で5秒前。やばい、ちょっと待って。3、2、1。はい、リコが上げました。ももさんは上げずでございます。でもこれいつでも思い出せないからもう無理だ私これ。さあそれではリコお書きください。さあリコ正解なら優勝です。リコオープン。つくばいではありません。残念、ここは勝負に出ましたがリコ不正解となりました。さあそれでは運命の第7ヒントとなります。最悪だ。思い出してるな。いや、私は思い出しました。ももさん、第5ヒントで分かってたっぽいからな。第5で分かってて、今思い出すのに何分かかかりました。さあ、それでは参りましょう。第7ヒントはこちら。もう書いとくよ。隋という字です。いや、ちょっとは思ってたんです。5秒前、4、3、2、1、ホールアップ。わあ、すごい。ももさん AT です。それではお書きください。書いてある。それでは参りましょう。まずはビハインドのATから。お見事正解。さあこれ正解であれば優勝です。参りましょう。ももさん。はい、その通り。お見事正解でございました。ということで見事加点をしました。それではリコね、最後の、回答権が残っておりますので、もし分かったら口頭で答えてください。最後のヒントはこちら、カモという字です。まだ分かってない。まだお分かりでない。工場機。その通り。お見事。ももさんはね、5文字目で気づいてたようですけれども、どこを拾った感じでしたか。流れが絶えずで、結構ワンフレーズ引っかかり、で、筆で、随筆の筆、鴨の長命の命で、もういけるわと思ったんですけど、なぜか方丈記をド忘れして、3分苦しむっていう。2個分損したってことですね。2個分損しました。でも、よかった、出てきた。はい、その通り、ゆぐ川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらずという書き出しで始まる鴨の長命の随筆なんですよ。方丈記という問題で。ございました。カモの長命メーカー。そうそうそう。あんまり意識しない。メーカー。長命。長命明るいだから。あれがあることによりどっちを答えるかっていうので、題名の方を答えなきゃいけないんだってなったからよかったかなと思います。なるほどね。では問題終了。得点ですが、リコ10ポイント、AT6 ポイント、モモさん12ポイントでモモさんの優勝です。悔しい。まさかこの企画でね、ちょっとでも勝てると思ってなかったのですごく嬉しいです。ただ最近古川さんがいろんな問題とか教えてくれて、目で問題を読む機会が多かったので、それがこの形式に生きたのかなと思います。普段クイズやってたのが生きて非常に嬉しいです。ベタモンが題材なんで途中までいけるかなと思ったけど、ももさんがちゃんと勉強しとる。そうだね、そうだったね。ムカつく。ムカつく。悔しいんで、これはまたやってほしいんですが、あえてミスリードしたりいやらしいやつがいたな。だな。でも誰も引っかからないのはさすがだね。そうね。もう3問目ぐらいからやってくれるとね。やっぱり書くものかやらないか。書くものか。誰が書くね。確かに負けてる人すらやらなかったからね。その単純に今日咲いてなかったなっていう。そもそもね、自分の出来。他の問題に見せかけるね、引っ掛けみたいなもんで面白くてね。いやー、まさかね、宮島の島をゴレ島に引っ掛けてくるとは。いやいや、そう思って誰も。いやー、負の遺産だなじゃないですか。まさかね、ちょっと引っ掛かる。思ってないよ。読めちゃったのね、ゴレ島に。レベルが高いところで間違うのやめても。大変面白かったんで、ちょっとリベンジを。そうだね。はい。ということで、面白かったよという方、そして第2回希望の方、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、X のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。